おはようございます。2018年9月29日、古民家風の家、最後の朝ごはんです。じゃーん。今日はこんな感じです。昨日の残り物が多いんですけどね。はい、久しぶりに作った小松菜卵オープンオムレツと、これは買ってきた餃子、野菜たっぷり餃子と、またまた残ってる麺、焼き明太子と、昨日作った茄子のお味噌汁と、ご飯ということで、納豆もあるんだけど、今日はちょっとおかずがあるからいいかなっていうことで、こんな感じになっています。はい、なかなかね、ちょっと朝ごはんとしては割と豪華だと思います。はい、今日はあいにくの雨ですね。もう列島縦断の台風24号がもう沖縄に接近して、もうね、こちらももうすでに朝から雨です。で、明日の夜が一番ひどいらしいけど、なんだか週末のね、もう9月は本当に雨が多い月でしたね。来月はもう台風いなくなって、素敵な秋が過ごせるようにと思います。はい、9月最後の週末、皆さん今日も一日元気に過ごしてください。ということで、古民家風の家、マダムゴンでした。いただきます。茄子の味噌汁と牛乳と、はい。